どうも、頭は AGA、名前は OGA、岡です。青森の岡です。今回はですね、私の実家の父上、母上様からですね、大きな段ボールで荷物が届きましたので、それを開封するという動画にしたいと思います。来た荷物がね、重たいな。これなんですけど、はい、見えますかね、はい、ガラス瓶瀬戸物で、しかも生物っていうので来てるんですよ。で、この時期の生物って、まあ、確かに愛媛県ね、こうタイとかですね、ハマチとか、そういう養殖とかも結構有名だったりするので、まさか魚介ということは ないとは思うんですけれども、まあちょっとなんか妙に気になるので、ちょっと楽しみにしながら開けていきたいと思います。で、早速開けていきます。よいしょ、何が出ますかね。じゃじゃん、よいしょよいしょ、はい、まあ、チーム飛びます。ドン、まずは出てきましたこれですね。ダン、はい、もみのりでございます。これ以前ね、 YouTube でちらっとご紹介したことあるかもしれないですけど、これもみのりと言いまして、まあ甘辛い 甘い海苔なんですよ。 甘じょっぱい甘い海苔、これをですね、白ご飯の上にかけて、カロリーは高めですけど、マヨネーズをぶっかけて食べると美味しいと前ちらっとお話ししたので、私の母親様が気を使って送ってきてくれたのかな。懐かしいもみのり、これめちゃくちゃ食べてたんですよ。高校時代とかね、朝ごはんとかめちゃくちゃ食べてました。ロープリーベスで、これもみのりありがとうございます。そして、はい、やっぱり愛媛県といえばですね、まあ四国ですね、徳島製粉の、はい、金ちゃんヌードルでございます。これ確かに毎回送ってくれるんですよ。関西方面にしか売ってなくてですね、こっち今青森県にはね、これは多分ね、もう目にできないです。東京に住んでる時にも本当にまれにそのご当地の方のものを扱ってるところで見ましたけど、ほぼ売ってません。これがですね、いろんな種類が味出てまして、はい、金ちゃん醤油味、そして辛味噌、金ちゃん系で言うとね、あ、これもうへこんじゃってるな、はい、これ金ちゃんのきつねうどんと肉うどんなんです。これもね、美味しい、これもだいぶいい感じで美味しいやつでございます。これが来ました。はい、そしてですね、はい、こちらでございます。じゃじゃーん、湖池屋工場直送便フットチップス塩味、これがですね、はい、2個届いております。ありがとうございます。なんかあんまり売ってないらしくて、ちょっとないわーっていう話をしたら、なんか送ってくれました。ただね、ここ定番のね、金ちゃんヌードルは、これ工場製品のこのポテチップス、すっごい嬉しいんですけど、母上様、父上様、私ただいまね、ダイエット企画をやってるんですよ。で、一番こういうのを立ってるんですけれども、今こういう系ですね、カップヌードル、なかなかいいですね。この空気を読むのか読まないのか、生配信の時もうちの母親もうコメントを寄せてるはずなんですけど、でもまあ嬉しい、ありがとう。これで、はい、愛媛県といえばですね、これね、ゼリーなんですよ。フルゼリー、これ愛媛県でね、瀬戸かっていうと結構高い、スーパーとかで見ると結構高いおみかんなんですけど、それをですね、こういう風な感じにゼリーにしますこれがですね、あ、何本もありますわ、瀬戸かゼリー。あ、めっちゃ送ってくれてる。あ、めっちゃ送ってる。あ、これはいいですね。エネルギーがね、53キロカロリーしかないのね、これは、うん、これはお腹空いた時にいい、さすが、うん、なんかうまいことバランス取ってますね。さあ、そしてですね、はい、やっぱり愛媛県といえば、ボン、これでございます。これは種類が分からんぞ、母親様、ごめん。なんだ、愛媛県ね、もう瀬戸かですとかね、もういろんな種類が出ておりまして、これ夏みかんかな、グレープフルーツじゃないです、まあ、グレープフルーツみたいな形はしてるんですけれども、これはなんだ、これはちょっとわからないので、後で母親様、父親様に聞いて、ちょっとコメント補足でね、載せておきます。これがね、夏みかん、予感わからない、なんかいっぱいいっぱい送ってくれてます。すっごいいい匂い、もうなんか
愛媛のね、こう瀬戸内海のこの塩と塩に育あの風に育まれたあので暖かいねこう土地で過ごしたみかんじゃないですよ、美味しい柑橘系でございます。あの愛媛県ではね、方言でね、ありがとうのことをだんだん言うんですけど、だんだんです、ありがとうね、ありがとうね、マミーにちじゅうさん、これがね、いっぱい来ております、これがね。そして私ね、これ酒飲みでございます。で、これね、じゃん、これ分かりますかね、これホタルイカだったっけな、ホタルイカのね、干したやつなんですよ、干して乾燥させたやつなんですけど、これがね、まあ酒のあてに最高なんですよ。で、しかもこれですね、真空パックされてるんですけど、私のね、あの母上様の手作りでございまして、これをですね、母上様が作ってくれるようになってきましたので、もうこれがめちゃくちゃ美味しい、ありがとう、これ本当嬉しい。よし、これが来ました。そしてまだ開けてないんですけど、わかりますわ、あ、やっぱそうだそうだそうだ、この時期、夏に近い時期で よう考えたらこういうのよく起こってくれてたわって、ね、今思い出しました。開けます。これはね、僕ね、実はね、ずーっとね、小中高と野球をやっておりまして、で、高校野球なんかもたしなんでましたよ。なので、じゃん、これを送ってくれるんですよ。愛媛県愛媛大会完全ガイドと言いまして、要はね、この出場校なんかがいっぱい載ってるような雑誌なんですよ。でっか、そして私もですね、これ一応見しておきます。私の、はい、母校は吉田高校というところでございます。で、吉田高校はですね、これ補足ですけれども、今回1回戦でですね、伊予高校というところで試合やるんですよ。で、僕らがね、もう今からで言うと25年前なんですかね、25年前の最後の大会の時に試合で戦ったのが伊予高校で、残念ながらね、我々はね、不名誉な感じでコールド負けという感じで負けてしまったんですけども、今回また私たちの後輩がですね、伊予高校とやりますので、今年こそはなんとかね、リベンジしていただきたいなと思っております。うん、これですね、雑誌ですね、ありがとう、これね、すごい面白いですよ、これも愛媛県でしか売ってないので、はい、ありがたいというような感じで、いっぱいいろんなものを送ってくれました。これがね、やっぱりね、こう母とね、父上様のこの、ありがとうっていう気持ちですね、本当にね、いつもこういうの送ってくれて励みになっております。あ、こっちじゃないですけども、励みになっております。うん、まあ、いつかはね、親孝行せなあかん、親孝行せなあかんなと思ってずーっと思ってるんですけど、なかなかそれできてないんで、まあ、親父ももう70ですし、70超えてます、おくろもね、60超えてますし、うん、なかなかね、恩返しとか全然できてないので、なんとかね、両親が元気な間に何かしらのことでね、恩返しできればいいなと思っておりますのでね、うん、まあ、こういう YouTube とかでそれを発信できればいいですし、まあ、YouTube で中に何かにチャレンジしたりしましてね、あの母上父上様にこうちょっとこういろんなことを喜んでもらえるようでやれればいいなとかと思っておりますので、引き続きよかったらこの青森の方が応援していただければと思います。というわけで、今回の動画は私愛媛県の実家からこちら、たくさんのものを送っていただきました。という動画でございます。もしよろしければいいねですとかチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴どうもありがとうございました。ありがとう。